どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回アップしたクリプトコリネオンリー水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていない方は概要欄の再生リストから見てやってください。いろいろあって大変なことになっていたこの水槽、ついに終止符が打たれます。ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、前回まではこんな感じの水槽内の映像をお見せしていました。ダメ元で入れた新たなクリプトがほとんど溶け、そこから新たな水草は植栽せず、そのまま維持を続けていた結果、いいとも悪いとも言えないような状態に陥っています。正直モチベーションを保つことが難しく、他の水槽と同じように水替えなどはしっかりしているんですが、これ以上手をつけようという気にもなれないんですよね。他にも水上でストックしているクリプトはありますが、ここに突っ込んだところで同じ道をたどる結末しか見えません。前回もお話ししたように、中に入っている生態も少しずつ移動させていったりと、なんとなく縮小傾向にあります。そんな感じで微妙な立ち位置になりつつあるこの水槽の3週間後の映像がこちら。映像が全体的に青っぽいのは気にしないでください。クリプトに対してあまり強い光を当てすぎてもいけないかなと思って今更調光した結果、赤の波長が少なくて青く見えるだけです。ちなみに今までの光量がめちゃくちゃ高かったわけではなく、5000ルーメン程度の RGB ライトを 30% くらいで運用していました。そしてそんな調光による青っぽい映像よりも気になるのが奥の芝田サニーです。3週間前の映像と見比べてもらえればわかるんですが、明らかにボリュームが減っています。というかボリュームが減っているというレベルではなく、ほぼなくなってるに等しい減り方をしています。これ前回お話ししてたんですが、芝田サニーが先端から徐々に抜け始めていたんですよね。水替えをするたびに根元あたりから溶けるようにスルッと芝田サニーが抜けていって、3週間経過した状態でこれほどまでに少なくなりました。正直見た目は前回の方がいいんですけど、水替えしてる時にスルッと抜けるレベルの水草はもはや生きているとは言えず、まだ溶けたり枯れたりしていないだけで水質にもあんまり良くないと思ったんです。なので水替えのたびにガンガン抜けるやつは回収していってここまでにしました。水面に到達した芝田サニーがなくなったおかげで、水面に滞留していた油膜が消えたのが良かったです。ちなみに水槽内全体を見ると、どんどんと苔に侵食されている範囲が広くなっており、右側に行くにつれて顕著です。水流の関係もあると思うんですが、なんか嫌な苔が蔓延してるんですよね。もはや流木は茶色というよりか緑で、産毛が生えている変なオブジェみたいになってます。上から見るとこんな感じで、前回生き残っていたスピラリスタイガーが巨大化しています。新たに植栽したクリプトで唯一生き残っているやつで、ここまで成長してくれるとは思ってもいませんでした。逆に他のクリプトはダメで、このスピラリスタイガーだけすくすく成長する理由もわからないんですけどね。そこからさらに2週間後の映像がこちら。苔まみれです。水替えはいつも通り行っていたんですが、壁面の掃除を面倒に感じてしまって放置した結果、干渉性最悪の状態をお見せすることになってしまいました。基本的に撮影するときはある程度視認性を確保することを心がけているんですけど、ここまで来ると見えやすさも減ったくれもないですね。ただ中の状態は2週間程度なので、そこまで変化はなく、先ほどのスピラリスタイガーはさらに大きくなっています。他のクリプトに関しては変わらずで、苔に侵食されて干渉するに耐えない状態です。というわけでこの水槽ついにリセットします。
こんな汚い壁面のまま撮影していることで薄々感づいていたかとは思いますが、モチベーションも限界ですし、これ以上の発展も見込めないので完全にまっさらにします。立ち上げから1年1ヶ月、とりあえず1年は過ぎたので未練はありません。まあこんな状態になってしまったので維持できたと言えるかは少々疑問が残るところですが、とりあえず1ヶ月前まではレイアウト水槽の体裁をギリ保てていたのではないでしょうか。というわけで早速リセット作業に移ります。まずはど真ん中に鎮座していた産毛流木を撤去します。この時に乱暴に持ち上げるとおでが舞って大変なことになるので超慎重に引き上げました。ここまでおでが舞わないことにびっくりしたんですけど、この壁面からは想像できないほど定期的に水替えをしながら低床掃除してたのが良かったのかもしれません。続いて行ったのは生態の避難です。大量の生態を確保しつつ撮影するのは困難だったため映像には残していないんですが、謎のカウンタードアップ映像は撮影しておりました。この81という数字が何を表すのかというと、トゥッカーのテトラの数ですね。ほぼ1年前に導入した時は100匹程度いたので、この1年で19匹いなくなっていることになります。やはり母数が多いとどうしても減っていく生態の数が気になっちゃいますね。今までは大量の生態を入れつつ頑張ってレイアウト水槽を維持していこうという目標があってやってきましたが、管理も大変ですし、日々落ちている個体がいないかチェックする進路もあるので、今後は生態数は控えめにしていこうと思います。まあそれでも世間一般的には多いかもしれませんが、今までと同じような数の生態を入れつつレイアウト水槽を管理するのは水槽の本数的にも厳しいですし、精神衛生上よろしくないのでほどほどにしていきます。そんな感じで生態をすべて避難させたところで水草を引っこ抜いていきます。ちまちま撤去していくのは面倒なので一気に手で引っこ抜いているんですが、ご覧の通り天地がひっくり返るレベルで根を張っています。外から観察するだけではわからなかったんですけど、中継に植栽していたクリプトが前景部分まで根を侵食させていたんですね。これを見ると植えていたクリプトが生え揃ってから次々に溶けていったのは、大量のクリプトが地中内で根詰まりを起こしていたのかもしれないと思い始めました。植栽してすぐ溶けた追加分のクリプトはいまいち原因がわかりませんが、調子がいいところから一気に溶けていったのは、こういった外からは見えないソイル内での低床環境が影響していたのかもしれませんね。根をしっかり張るクリプトだからこそ、お互いに干渉し合っていた可能性も否定できません。結構前の動画コメントでも、単種育成での成長不良などは話題に上がっていましたし、こういうところも単種だからこそ起こりうるトラブルなのではないでしょうか。続いては園芸用ホースで残ったソイルを水ごと吸い出していきます。これがめちゃくちゃ気持ちいい作業で、何も気にせずソイルをホースからガンガン吸うのはリセット時にしかできないストレス発散方法です。まだ取り切れていないクリプトもお構いなしに吸ってます。ちなみに壁面に卵巣が見えると思うんですが、最後までこの水槽は卵巣に悩まされることはなかったですね。基本卵巣ってこういうソイルと壁面の間の水流が滞るところから発生して、そこから低床表面や水草まで範囲を拡大していくことが多いんですけど、今回は上陸する前にリセットしたため事なきを得ました。ただこういうソイルと壁面の間の卵巣って対処がしづらくて、遮光でも意外としぶとく生き残るから厄介です。本当卵巣はアクアリウムをする上で憎い存在ですね。ちなみにこんな感じでソイルごと水をガンガン抜いている先はこのようになっており、洗濯ネットをかぶせたバケツに直接排水される仕組みです。こうすることで洗濯ネット内にはソイルがたまり、水だけを捨てることができます。あとは洗濯ネット内のソイルは煮るなり焼くなり好きにできるのでおすすめ。
なかなかソイルと水を分けて回収するのって面倒ですからね。そんな感じで全てのクリプトや低床を回収した後のバケツがこちら。もともとかさ増しで軽石も入れていたためクリプトと一緒に取りました。というかクリプトの根っこがこの軽石ネットまで到達して一緒に引っこ抜けたんですよね。よく見てもらえばわかる通り、ネットを貫通して軽石内に太い根っこが張り巡らされています。軽石って安いし通水性もいいから結構かさ増しに使いがちですが、こういう風に水草が根を張りがちなんで、根っこごと引っこ抜いて差し戻しする場合はめちゃくちゃ面倒なことになるので気をつけましょう。ちなみに回収したクリプトは全て捨てます。残そうかとも思ったんですが、卵巣が低床内に発生していたのと葉全体が苔にまみれていたので他の水槽に流用する気にはなれませんでした。というわけでいかがだったでしょうか。1年1ヶ月維持してきたクリプトコリネオンリー水槽、ついに幕引きです。自分が思い描いていた水系には結局なりませんでしたが、まあいい経験になりました。正直クリプトは投稿者泣かせな面もあるので、前回も動画でお話しした通り今後オンリーで使うことはありません。クリプト自体は魅力的な水草なので今後もレイアウト水槽に使うことはあると思いますが、やっぱメインで据えるのは厳しいです。成長も緩やかですし、いつ溶けるかわからない恐怖に苛まれながら維持していくのはきついものがあります。今後はこの経験を生かしつつ新たなレイアウト水槽を組んでいければと思います。クリプトコリネオンリー水槽はあまりいい報告ができずに申し訳なかったんですが、リセットしたこの水槽にも新たにレイアウト水槽を立ち上げていきますので乞うご期待。というわけで今回はここまで。